実際に携わってる業務は確かにすごく狭いんですけど、なんかその全体像を見せてくれる環境が整ってるというか、まあ、その社員総会もそうですし、把握しやすいというか、違う部署の仕事も結構オープンに伝わってくるんですね。なので、本当に全体像が見えやすいのかなっていうのは思いました。ポジティブな人がすごくいいなというふうに感じてます。一緒に仕事をする上でコラボレーションしていって、やっぱりネガティブなことを言う方がいると、どうしても自分もちょっとネガティブな考えになってしまうし、チーム全体が少し悪い方向に行ってしまうのかなというふうに感じますし、でそういう意味ですごくポジティブな人とは、人間的に思いやりがある人と一緒にすごい仕事をしたいなというふうに感じてます。働いていてすごく感じていたことでもありますし、私が就活の時に大事にしていたことでもあるんですけど、楽しむっていうことと自分を飾らないっていうことがやっぱり大事なのかなっていうふうに感じています。で、楽しむっていうことに関しては、新卒で就活をしていると多分すっごくいろんな企業さんに訪問すると思うんですね。で、そういう会社の中に入って実際に社員の人に話を聞く、で、その会社だったり仕事の内容をじっくりと話を聞くって、多分もうあまり機会がないんじゃないかなというふうに感じてて、で、それを一つ一つ楽しむことがすごく大事なのかなと思います。で、その楽しむ姿勢があったりとか、あと知りたい知りたい知りたいっていう姿勢がやっぱり現れてる人ってとてもポジティブに見えてくると思うので、それは一つ大事なことだというふうに思っています。と、あともう一つはやっぱりそのこういう経験をしていないとであったり、学生時代こういう活動をしていないとっていう考えが多分すごく今就活生の間にあると思うんですけど、でもそれを実際のやってなかったことだって偽る人って多分とても多いと思うんですね。常に飾ったところでやっぱりその会社に入って結局自分が楽しめないであったり、自分の姿出せないってなると意味がないというふうに思っていて、で素直な気持ちで自分の思ってることそのままぶつけても、やっぱりそれをいいって思ってくる企業さんって絶対にあると思うので、自分を飾らないで素直な気持ちでいることが大事なんじゃないかなというふうに思いました。はい、なのでそういうことを大事にして社会人の第一歩を踏み出してもらえればなというふうに思ってます。